井上強氏井上強氏明治19年5月7日は、和ズ国国泉郡出身の豪能、政治家。異文会を結成して、千葉県における自由民権運動の先駆者として評価されている、泉郡伏村出身。明治12年2月に、異文会が結成された際に漢字に抜擢され、同年3月の愛国者、第2回大会には、異文会を代表して参加。 また国会解説請願委員の一人として東京に入り活動を行う。また、協里に君導学者を創設して人材の育成にあたる。井上のもとで、異文会は勢力を拡大させて、県会議員選挙でも当選者を出すなど、その行動は注目の対象となり、厚生、千葉県の自由は泉の山中になると評されるゆえんとなった。明治14年に、 板垣大輔が自由党を結成すると、井上来文会の主要幹部も同党に加入して、泉自由党を合した。このため、次第に警察の圧迫を受けるようになり、明治17年には、君党学者は閉鎖を命じられ、さらに泉事件によって逮捕された。警察は、井上らが政府転覆計画を図っていたと主張していたが、 証拠が見つからなかったために一転して、管理侮辱罪にて強引に起訴した。東京の市ヶ谷監獄に収容された井上は、有罪判決を受けるが、明治18年11月には釈放された。入国中に体調を崩し、釈放の翌年に34歳で死去した。ウィキメディアコモンズには、井上強氏に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。